2021年1月、竹川のグロム用、ボアアップキットを購入。ハイパー S ステージ、N20。ビッグスロットルボディ付き、定価、79,800円。燃焼用の FI コンツー、ビッグスロットル、181cc、シリンダー、ピストン、N20、スポーツカム、がセットになった仕様です。2021年1月、新車で購入してもうすぐ3年、走行距離、25,500km、ここで 181cc、ボアアップへ挑戦。まずは、カムとビッグスロットルと FI コンツーを取り付け。で、走行感想というと、高回転まで伸びるようになり、回せば回すほどぐんぐん走ります。ただ、ギアアップすると、一気に回転数が落ちて、馬力も下がる、運転しにくいバイクへ。この仕様の場合は5速化は必須と感じました。2021年2月、先の改造から1ヶ月後、約 500km 走行後、ボアアップへ。これら、作業時の動画は、別でアップしているので、詳しく知りたい方はチャンネルより探してみてください。ボアアップ後も、回転はスムーズで4もなく快調、高回転は弱くなりましたが、全体的に馬力、トルクともに格段に上昇、とても乗りやすく、グロムの兄貴分といったパワーある車両へ変身。2月末にはパワーフィルター取り付け。オーバーヒートを防ぐため、オイルクーラーも設置。過冷却を防ぐため、サーモユニットも追加。その後、あまりの馬力アップに、クラッチ滑りが多発するようになったため、強化スプリングを取り付け。その後、何の異音も、違和感もなく、快適なボアアップグロムライフを楽しんでいましたが。ボアアップしてわずか4ヶ月後、走行距離にして 4000km 走行後、異変が。嫌な音、聞こえるかな。オープンだと分かりにくいかな。金属をね、叩いてるような音がするんだよね。音の原因はピストンから腰下と予想はしていたが、わずかな望みをかけてカムチェーン付近を一新する。カムチェーンに傷んだ様子はなし。結果は、カム付近オーバーホールしても、全く変化なし、異音は鳴り続ける。2021年6月、エンジンを分解し原因調査へ。素人なので、元に戻せない可能性あり、最悪はエンジンの世界を覚悟での分解です。分解時の詳細も、別動画にあるので、詳しく知りたい方は、チャンネルより検索してください。シリンダー部に大きな傷を発見、ここが間違いなく異音の発生元。エンジンを下ろし、さらに原因を探求。そして原因判明。遊びが大きすぎます。ここの遊びが原因でピストンが暴れシリンダーに接触。ベアリングの損傷も激しいようで、回転音も大きい。2021年6月末、強化クランク購入、自分での取り替えを決意。プレス機もないため、車のジャッキを有用した自家製プレス機製作。遊び量が全然違う。縦方向の遊びは致命的。遊びなし。ベアリングもスムーズです。ピストン、シリンダーは予算の関係でそのまま使用。これで治ってくれることを願いながら組み上げ。緊張のエンジン始動です。嫌な金属音がなくなりました。しかし、異音はなくなるが、今度は異常なほどの振動が。足も手も電磨状態、これで大丈夫なのだろうか。ただ、もうなすすべがなく、不安を感じながらも、このまま乗り続けることに。それから1年3ヶ月。ボアアップしてから1年半後。13,000km を走行後。
初めてのフィルター確認。振動こそ、少しずつ低減はしていったが、あれだけの振動が続いていただけに、エンジン内の摩耗が心配、恐ろしいほどの詰まりが発生しているのではないか。緊張しながら簡易フィルターをチェック。予想以上に綺麗。鉄粉等は確認できず。続いて、エンジンフィルター。ここの状態はヤバいことになっている可能性大。他のグロム動画で、悲惨な状態を多く見てきただけに心配です。果たして結果は。ここも、予想以上に綺麗。振動が激しかっただけに、この状況には驚きました。ただ、それなりには、積もってはいました。許容範囲ですかね。ドレンボルト、磁石付き、にも大した付着なし。以前のイオンの時は、びっしりと、金属色の破片がいっぱいでした。今回の状況から、ボアアップして1年半が経ちましたが、まだまだ頑張ってくれそうです。また近況報告をしていくので、よかったらチャンネル登録をお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。